大丈夫であってほしい。大丈夫なはず。ポーちゃん帰ってきそうだね。いい場所見つけたね。屋根下。とりあえずなんか羽織って寝る感じでいいかな。またなんか何気に車なんかあったかいもんね。何があるんだろうな。袋どこやった。あ、ちょっとポーちゃん、ちょっとポーちゃん、帰ってるかもしれない。ちょっとポッチでしょ、うん、やばい。でしょ、すごいでしょ。ちょっと静かにしてくれる。すごいでしょ。あ、段差ないじゃん。すごいでしょ。だから段差ないっつってるじゃん。全然違うんだって、もう今までとは。そうなんだ。全然違うんだって。最初はグーだっつってるじゃん。最初はグー。待って、2回勝ったら何だったんちゃう。今2回勝ったら何だった。なし。最初はグーだって。最初はグー。あのガツくいいから消してよ。せや、早く。なんなん。しうるさいでしょ。消し方わかるんか。わからんわ。お目覚めはいかが。はい、りょうちゃん、はいよ。おーちゃん、帰ったらお洗濯すればいいやろ。おしっこくらいなら、うん。
夜ほとんど食ってないからね。そうだね。もう福井空ってな。またこの定食だね、うち。うん、いつもの定食。キューピーコアドリンク。りーちゃん欲しいの、うん、自分のご飯食べないでさ、人のご飯ばっかり食べてないんだよ。食後のキューピーコア、食後のキューピーちゃん。よし、じゃあ今日も元気に頑張っていきましょう。元気出た？元気チャージ。出発するよ、レイちゃん、出発するよ。
入ってきちゃったじゃん。入れられてしまった。なんとなく流れで入れられてしまった感あるよね、うん、今ね。うん。やばい、お腹空いてくる。お腹空いてくる。なんかすごい結構にぎわってるね。てっ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 て。ルイ、ルル、オッケー。え、かわいい。はい、チーズ。動画です。よし。誘惑に負けそうだ。ご飯食ったばっかりだけど、なんか誘惑に負けそうだ。かわいい、これ。あ、かわいい、これ。カバン？カバン。あ、かわいい。かわいい。散歩バッグ？ T シャツ欲しいな、俺。T シャツ欲しい。ダメ人間。うん、プリプリ。ビール欲しい。でかっ。プリップリだね。プリップリだわ、これ。うん、うん、うまっ。ジラも食べたい。食べるよ。うまい。
あれ、なんかちょっと雨降ってきたな。ってやるか。ちょっともわんとするね。あー、また。X 好きだな、お前たち。よし、では行きましょう。何があるかな。何その鼻声じゃない鼻歌。いいね。でもなんかこうやって観光地が賑わってるのを見ると、そうだね、なんかホッとするね。うん、すごくホッとする。ようやくなんかこんなあれが戻ってきたんだなって。いい感じだね。おーすごいテクニカルコースだ。パパの腕が試されるよ。え、そんなアトレーで攻めらんないよ。攻めないよ。いやでもやっぱりこのね、ドーダウンしてちょっとやっぱ安定感は増したよね。あ、本当。まあでも確かに、あ、それはわかる。どうした、ポちゃん疲れた。サボり。まあいいんだよ。そんなもんだ。当てのない旅だからね。そんなもんだ。一石。いいね。いいね。今度置けるね。すごいね、めっちゃいい道だねこれ、うん、すごい。ちょっと北海道っぽい、うん、ちょっとだけ。北海道って感じだよね。北海道行ってみたいな。来年。
てたわ。寝てないよ。だってあれ吉川もそうでしょ。ここ、あ、ここだ。お、観光ポイントが、なんかいい感じじゃん、うん、そんなに広くはないけど、あ、そこでいい、うん、ウルトラバック、スーパーバックの間違いでは。ウルトラバックって初めて聞いたけど、ウルトラバックってウルトラバック。でね、楽しい。ルイ疲れた。ルイすぐ抱っこって。すぐ抱っこだ。いいじゃん。おじさんごめんなさい。いいじゃん。
ごい。お、すごい。綺麗。ラウンドワンじゃない。何だっけ？遊ぶ？何だっけ？ラウンドオーバーラウンドじゃなくて、何だっけ？ラウンドワン。あ、違う。絶対違う。ラウンドワンしか出てこない。ラウンドバウト。そんな。おお、すごいね。おお、すごい。ああ、止まりたかった。めっちゃ綺麗だな。めっちゃ綺麗だな。おお。すごい。あ、いいなぁ。お、わぁ、楽しそう。RV パークこっちなんだね。あ、でもトイレ遠い。遠いね。かなり歩くわ。だね。ちょっとお酒飲んだら。ここずっと歩いていかなきゃいけないってことでしょ。トイレまでこれかなり遠いね。そうだね。かなり遠いよ。直線トイレも150m、200m ぐらいあるんじゃない？これ。ダッシュ。こっちも電源なし。奥が電源あり。この手前はでも電源なしっぽいよね。ぽいよね。あの図で確認してみないと。トイレ遠い。遠い。トイレのことばっかり。あそこだ、あそこ。あのね、他行くよ。ちょっと違うところ行くよ。移動しますよ、また。移動ですよ。やばいな。雲行きが怪しいな。うん。なんかラーメン食べたいよね。うん。食べたい。お腹すいたちょっと。
看板が見えるぞ。もしや。お。お。もしや。もしや。もしや。あれは。行きたい。これは行っちゃよ。うん。うい。うしょい。うわっしょい。めっちゃラッキーだよ。じゃあよかった。なんかこれでちょっともう食欲が満たされた。そうだね。なんかずっとあれだったもんね。なんかつまみつまみみたいな。そうだね。あとは風呂と酒欲。分離しないぐらいしかわかんない。アバウトだって。ラウンドアバウト。うん。あ、そうなの。まぶいね。まぶしい。どんなんだろうね。楽しみだね。楽しみだけどなんかドキドキ。初めての時ってどこにドキドキする。そうだよね。そうだ。どれ？これ？え？そこ、もう思いっきり逆光。あ、なんかすごい。あ、バンコン祭り？バンコン祭りですか？すげえな。狭っ。え、ここ？ちょっと狭めだね。最後ございません。みんなほら歩道散歩してるよ。ワンちゃんたち。歩道しかないでしょ、ね、これ。だいぶね。まいいや。はい。汗。うん。汗かな。なんかちょっと嫌だけど。
なんとかね、全部前にやる作戦。それしかない。それしかない。飲みましょうか。おお、選びたい放題。じゃじゃん。じゃじゃん。美味しいの？初。これじゃあ開けるよ。うん。びっくりした。よし。おい。振った？振ってないよ。一人乾杯したじゃん。本当だよ。どんどん湧いてくるよ。乾杯、乾杯どころじゃねえ。待って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 。どうすりゃいいの？あ、垂れた垂れた、来てるよ来てる。何してるの？早く開けろよ。あ、やばい。そうなるんだって。やばい。うん、お腹はいっぱいだ。うん、でもお風呂上がりすごい飲みたかった。そうだね。寝てたじゃん。寝てましたよ、今。を経験しておくと、またさらに快適になるだろう。そうだね。今冗談、鉛のバットを振ってる状態。鍛え中。いろいろ鍛え中。ハイエースを経験して、でその後キャブコンを経験し。そう。ここに競馬に行き。さてどうなるか。飛んだけど。ん？飛んでないよ。飛んだよ。豚？豚？豚？みーちゃん豚さん？屋根下のポコ。お疲れですね。寝てください、ゆっくり。さすがに疲れたな、なんか今日。そうね、ずっと運転してた俺。そうね、疲れた。もう一個飲もう、冷蔵庫の中見たい？うん。ビールしか入ってない。今から金麦パーティーになってる。金麦パーティー。あ、忘れてた。あ、一番良かったのは幸せは。幸せは、うん、おう、お風呂あるでしょう。ああまあね、ドッグランあるでしょう。そうだね、うん、確かにね。まあ白沢はもう殿堂入りとして、うん、白沢はもううちらだから多分殿堂入りなんだよ、うんうん、もうあそこは。そうね、それをだから白沢を外して考えたら、うん、まあ道の駅とかじゃないけど、うん、ネアだね。あー、ネアね。元島でキャンピングカーで行ったやつ。まあ、RVパーク編、うん、あー、あそこもいいね、うん、ただ唯一トイレは
白沢はもう根屋もうあんまり大きくないんだよね。そして男の方は台が和式しかないんだよ。あ、そうなの。あ、でも白沢のあっちのトイレ知らない俺。そういえばえ、また雨降った、うん、マジで3時から晴れじゃねえのかよって思った。マジかよ。よいしょ、よいしょ。いってらっしゃい。ほら、thank you.
福田さんはどうやって食べるの？手で。そういうことか。あゆだよ。食べられるよ。くん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 。うまっ。おいしい。うまっ。すごいね。うん、あく食べた。この人が食べました。美味しかった、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。安全週間。あ、でも思ったよりは車いない。うん。
なんか白バイまたげる。なんか動くんだね、すごい。恐竜いたよ。恐竜よりも出してくれ。もうちょっと待ってね。うん、どう？美味しい。温めたら絶対美味しい。あ、本当に？うん、美味しい。美味しそうだね。うん、だって天丼と一緒だもんね。うん、美味しい。うん、うまっ。ルールしてルール違反、ルール違反だよ。ルール違反。いやバイカーは楽しいでしょうね。多分青いは楽しいの。うん、だろうね。なんだよ。崩れ行こう。すげえ。脇見現金。そうだよ、パパ見ちゃダメだよ。俺前見てる。うん、私見といてあげる。おー、見えた。おー、すごい。あ、え、あっちが降りれんのかな。え、なんか下駐車場みたいになってる。あ、ほんと。でもなんか、うん、あれか、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん。ポちゃん、吠えなくていい子だね、ポちゃん。いい子ね。吠えなくていい子だね。大きい、自分より大きい。吠えません。どう何？匍匐前進みたいな。ポちゃん、なんかずっとここだもん。歩き疲れました。こちゃん、
楽しかった坊ちゃん。ルイ楽しかった。ルイ楽しかった。まだ終わってないけどね。そうだよ。まだ帰りがある。すごいここ。おめっちゃ綺麗じゃん。おすげえな。壮大。ええー。あ桜？え？桜？桜だ。桜だ。散りかけぐらいか。気持ちいいね、うん、気持ちいい。おあっちまだ山真っ白だ。本当だ。あ、本当だ。すごい。寒いかな。そうだね、ね、唐揚げ。いただきます。お、どう？どう？おいしい。おいしい。うん、すごい。マジか。うん。うまい。うん。串焼き。飛んでいきそう、これ。なんか美味しそう。うわジューシー、うん、食ってないけど。うん。美味しい。うま。うま。あ、肉うまい。美味しいでしょうね。これは。
36キロやばいよ、あと36キロそんなカウントダウンいらないよ、山の中なめんなよ、山の中やばいよ、ずっとあそこから走ってくるとここを走ってたんだ、ここを走った、え、福井ずっと山道走ってたじゃん、うん、高速乗るまで158号線でもこのまま来たんじゃない、要はすごくない、道の不思議だよね、まっすぐ来ればこの道に来たんだ、そうそう、道なりに来てたらここ来てたんだ、あ、急増ラーメンだ、マジで並んでんのかな、でももうお昼過ぎてるしね、あ、そうだね、うん、なんで二人どうした、なんで、なんで、何、何、何、助けろとできればこのまま俺松本まで出たいんだけど、もう一泊コースになるよこれ、きっとスタンド、スタンド、お、エネオス発見、発見、おお、助かったで、やってなかったりして、まさか、あ、でもいっぱいあったからスルーするよ、ああルイちゃん、分かった、ルイルイ違反だって言ってるじゃんそれ、ルイちゃん苦しいでしょ、食ってるし、ルイルイ違反だよそれ、からこの飛騨高山の旅、うん、しっかりやりたいね、そうだね、平日に、うん、やっと抜けたよ、そうだよ、15分ぐらいロスしただね、15分20分ぐらいだったよね、うん、多分旧街道の旅、やっと再開です、うわ楽しいこれ、ステーション、わ楽しそう、わなんか楽しそうだ、でなんとなく行ってみる、
ね、むしろ写真より美味しそうだ。やばい。どう？あ、これうまっ。美味しい。うん、これめっちゃうまそうだもん。だってやらかい。いいね。うん、うまっ。うまいわ、このカレー、ほんと。これはうまい。美味しかったね。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごいね、なんか ね楽しかったね。ね、あれえ、だってあの山越えて向こう側出るわけでしょ、これ越えれるのは。あの山越えするわけでしょ、これ多分だってあの向こう側白馬とかじゃない。そうなの。おそらく山越えるの。あ、どこだ。乗鞍過ぎたあたり。行けないんじゃん。行けない。あの観光地はもうね、うん、途中からね、うん、一般車両行けないんだよ。行けない。バイクは全然行けない。なんで、バスとかにしか行けない。